はいよ。飾ります。もちろんこれは。というか全部飾ります。普通に装飾。ガチ寝起きです。何分前？ 5 分前。5分前に起きて。やばい。おはようです。マジで、もう、何？起きて、違う違う。この配信が終わったら、マジ爆速ターボで学校の用意せなやばい。間に合いません。ほんまに頑張ります。おはようございます。装飾ガチやばいって喜んでたの可愛かった。いや、もうガチやばいから、もうほんまに可愛すぎたから。今日も朝からめっちゃ可愛いです。ありがとうございます。いや、鬼すっぴんすぎ ほんまにやばい。ごめんなさい。今日誕生日です。おめでとう。いい一年にしてください。誕生日はもう好きなように過ごしてください。おーい。はよー。朝からテナの声聞けて幸せ。ほんまにの寝起きすぎて可愛いな。え、これ大丈夫？声ガサガサやねんけど もう終わり。ほんまに。顔テカテカやし、保湿してる、保湿のやつがやばい。てんちゃんの逆線ひそかにめちゃくちゃ好きです。え、嬉しい。めっちゃ嬉しいです。それは頑張るよ。ギリギリできてるさ、それな ギリギリにも程あるよ。やばい、これ頑張る。汗です。新幹線で移動中なんで車内から見てます。ありがとう。頑張りますよ。おはよう。2日推し活してないだけなのにとても久しぶりに感じるよ。いやいや、もうゆっくり休んで、休める時に休んでください。とりあえずテロップ書こうか。確かに確かにです。オッケー。書きました。はいよー。カサカサよりええやん。まあまあまあ、それはそうかもしらんけど。テカテカすぎん？やばいほどテカテカなんやけど。店長おはよう。今日からまた一週間始まるけど、店長の配信見てお仕事頑張ります。え、頑張ろう、マジで。店長も学校頑張ります。お祝いありがとう。いやいや、こちらこそです。頑張ります。はいよ。わー、すいません。マジあくびやばい。早めに終わってんやで。いや、早めには絶対終われない。誕生日の時のメンバーへのリプめっちゃ面白かった。いや、みんなが面白かったからな。おはよう。次の土曜日も昼より会えたらいいな。絶対会ってる。え、もう、待ってます。もう色黒い、あれあるけど。朝配信を見れたの1ヶ月ぶりぐらい。てんな、早起きやるです。ありがとう。いや、学校やからな、どっちにしろって感じ。
変な休憩では楽しだよ。あ、本音が、うん、言ったで言ったで、楽しね。今日は波乗り海行った。いやもうこれ遅刻や、海海行ってない、遅刻すぎ。はいよー、18歳になってなんか変わった。うん、変わってないね。あの別にでどう変わったっていうやつ、周り、うん、なんかできること増えたとかじゃないからなんとも言えへんねんけど、うん、まあ成人っていうあれになったような、あの意識。おはよう、朝が店長嬉しい、ありがとう、おはよう、こちらこそです。待って、皆さん時間は教えてください、お願いします。5分前ほどからお願いします。考えたくないこと思いついてしまった、ごめん。テスト勉強、ほんまにな、マジでやらなあかんから今から、もうやー、今日も行けてる、うん、今日現在行けてないですね、全然。てんちゃん生誕祭はボロ泣きでした。いや私もボロ泣きでした。画面越しやけどあくび映る、え、ごめんね、もうやばいな普通に。聞いたらやるやから、ああさ、久々にガチスピン見れて、アギアはスピンすぎるって、これはやばい。学校の方は寝てるな、余裕で余裕で寝てます。はよ、今度の土曜日テンちゃんに会えるの楽しみにして、楽しみに今週頑張る、当てる気ままです。え、テンナもじゃあそれ楽しみに学校頑張ります。横断幕、そう、後ろに飾ってます。ほう、なあ、6時39分ありがとう。お腹鳴ったわ。天な出る日、天直しいっぱいやと嬉しいな、それはそう。そう、選挙権ゲット、あ、そうやな、選挙権ゲットやな。ルームスのコメントも場面の返信できてないからしとくね、ありがとう。そう、ルームスのやつまだあの開けなくなってて、天なのがちょっとあの治り次第マジで全部見るんで、本当にごめん、すいませんって感じです。ルームスのアクティビティの方ごめんなさいね、ありがとう、時間送ってくれて40分。あ、ちなみにこよてめっちゃ好きね、こよに言っときます。5分前行動依頼するのおもろい、そう5分前やから、コメントのタイムラグ考えて時間をお伝えします。ああもう最高や、はよ。18から結婚 OK？ 18からやったっけ結婚って。引き下がったんやったっけ、それ上がったんか、成人ってことは。テンナさんが選挙権持つのか。あ、そうやね、選挙権は確かに。テンナの生誕祭のアーカイブめっちゃ見てる。え、それめっちゃ言ってくれる人多くてめっちゃ嬉しいねんけど、サーチすぎ。確かにこの焦げ具合は成人や。いや関係ないな、全然関係ない。あくびしながらしゃべってもわからん、確かに。なんてってなるわな。はいよ。
この間は4ヶ月ぶりにテンナ見れました。今週末も期待してます。会えるってことですか？土曜日朝ごはんは食べますね。大体は米、お米です。私ご飯派なのですよ。ほんまに朝が一番食べます。多分3食の中で。てんちゃん生誕 T シャツ、変なとこで区切っちゃった。てんちゃん生誕 T シャツ、タンクトップもリメイクして、来年の夏はサファー感出したいと思います。え、めっちゃええやん。え、もうリメイクしてください。全然学校態度の両立してるてんちゃんマジですごいと思う。ずっと応援したくなる。泣ける。ずっと応援してください。でももう両立も今年っていうか俺が最後なので、悲しい。そう考えたら卒業したくない。おはよう。そうそう、まだ不具合中。そうなのです。ごめんね。スピも可愛い。いや優しい。世界優しい。これからは生誕 T もあるから公園でもすぐ手直し分かるような。え、それな、ほんまにそうなんよ。だから嬉しい。9万旅行2日目待機。ほんまに待っててくださいほんまに待っててください。朝からほんま早起きやらすぎる。え、そんなん言ったら皆さんもですよね。見てくれてるってことは。では張り切って本題どうぞ。え、それな、はい、本題いけって。本題は13周年ライブの印象に残ってる曲なんですけど、もうさ話したよね。話したっていうかさ、あれしかなくない？もうもはや。ちょっと一回上まで行きますね。あれしかないですよね。もう拳の正義しか。そう、結局そうなんよな。どうせ戻ってきちゃう。そう、やっぱりあれが一番思い出に残ってるから。思い出に残ってるっていうか、もう印象どころじゃないよな。思い なんて言ったらいいの。もう残りすぎている。もはやあれしかないのではっていうレベル。なんかほんまに、なめくじハートを前やらせてもらって、そっからの今回拳の正義やったから、なんか真逆な感じ、真逆なことできてめっちゃテナ的に嬉しかったかな。てな、なめくじハートみたいな、あんなめっちゃ超キュートな感じの衣装も大好きやねんな。それで拳みたいなかっこいいやつも好きやから、なんかそれが良かった。めちゃくちゃ大体ライブの後で配信話しちゃってるような、多分申し訳。あれのインパクトありすぎたりしかない。それな、もはやあれしかないよな。本物やばい。特攻服、そうそうそう、特攻服が世界一似合うアイドル。うん、まに似合ってるかしら。まあ拳的に2時間は語れるけども語り尽くすね。ヘイヘイとなりやね。そうそうそう、ヘイヘイとできましたので、おわよよ。もうそうなんです。あのかっこいいデンちゃんが泣き虫なの笑える泣き虫っていうか、特攻服似合いすぎ。いやそれは確かに、てんなも思った。待って、15分経過しましたよ。ん、ちゃ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 、15分は経過すんねんな。爆撃すぎて一生ついていきます。あざす。今もう7時回ったんかと思った。めっちゃ焦った。特攻服になった日な。衣装の凍ってさ、やばい。それな、
振り幅がな、でかい、でかくていいよな。なんか逆にそっちの方がいいっていうか。そう、今度はナメクジの正義やって。いやもうほんまそれはナメクジに聞かな、わからんからな。てな、プリンセス好きやもんな。そう大好き。どっちも世界一にやってるのやばい好き。それは好きやわ。普通にそう言ってくれるのが好き。高低差ありすぎて耳キーンってなる。耳音やんそれも。赤着てほしかった。いや赤も着たけどな、一応あっこでは赤は着てないんやけど。はいよ。あの勢いで来られたら俺泣いてまうわ。大丈夫です。学校には学ランで行ってないですね。行ってないね。徒歩服で波乗りするな気持ち。もう情報量多すぎやろ。なめくじハートから拳の正義ってなかなか振り幅すごくてギャップにやられるよ。もうあれは私的にはちょっと完璧なプランでした。かっこいいもかわいいもどっちもこなせるのがほんとさすがてんちゃんねえ。てんのほんまにそういう人になりたくて、両方いける人だから頑張ります。てんちゃん引きやったん？いや全然です。あなた校服学校の制服やんな。あーやばいな、全然ちゃうけど、でも一回ちょっとなんかああいうので行ってみたいっていう憧れはあるよな。普通に本物の人に出くわしたら死ぬねんけど。へいへいもあれの練習と打ち合わせ何回もやったって嬉しそうに言ってた。そう二人でずっとあの練習ニコ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 やってたからってなったち楽しくて。次はナメクジの着ぐるみ着るの本物やから。それ本物違う本物や。おーなんか目飲んでた。てんのやつまだ見んてオセロやな。なんのこっちゃ。オセロですよ。特攻服でしからしか歌うてんのみんな。やっぱもうなんか全部特攻服になるような。おはよう。もっと早い段階で拳の正義やってたら生誕装飾もヤンキー仕様になってたりして。それなワンチャンあるような。あくみまで可愛い。何でも褒めてくれてありがたいっす。赤も黒も似合ってたね。ありがとう。よかった。50分待って、ちょっと行こうよ。51分。そういや毎回てんちゃんに沸かせてもらってる。まあそれは嬉しいけど、盗んだバイクで走り出す勢いやな。それな、普通にあの動画撮りたかった。 TikTok みたいな。両方いけるな。ミカナ、ミカナさんもそうやな。ミカナさんマジですごいよな、ね、やっぱそういう人がそういう人に憧れる。はいよ。朝早いのに元気やな。元気です。元気っていうか寝起きはいいんですよ。寝すぎじゃない、あくびしすぎ。この前拳になんて読むんやろ、なんとかまた取った特攻服のてんなさん夢に出てきた。もうやばいね。もう大事なのかないけどな。いやそりゃもう全然ダメですよ、恐れ多いから。拳の正義の生写真待ってます。いや欲しいわほんまに。てんなも欲しいわ。ママの手紙で我が娘が幼少時ワイの大これなんだ太ももかしっかりし、つかみ人見知り発動したことを思い出してもらえない気した。置き換えてくれたってことですか。はいよ。55 OK。 私の中でもうてんなどっちもいける最強アデトルよ。泣ける、普通に泣ける、嬉しすぎて泣けますね。14日は
それはわかりません。おはよう。じゃあちょっとランキングを読みたいと思います。皆さん、あのアイテムじゃないギフトありがとうございます。たくさん、ちょっと待ってね、いきまーす。ちょっとあくびがやばいです。いきます。13位、マスミンありがとうございます。12位、ちょっと待って、12位、 GFP さんありがとうございます。10位、チョチョさんありがとうございます。9位、ティユさんありがとうございます。8位、トラボルタさんありがとうございます。7位、ジシープリンさんありがとうございます。6位、まことくんありがとうございます。5位、わかちゃんありがとうございます。4位、まさたかみさんありがとうございます。3位、たむたむありがとうございます。2位、バリーさんありがとうございます。そして1位はかずのぶさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。そう、ちょっとあの手が塞がっちゃってたから、こうするしかない。皆さん朝からありがとうございます。本当助かりますよ。55-02くしゃみ出そうです。出ました。爆速ターボでほんまに用意するよ今から。あんまなんか焦って用意したくないけど、もう焦らな、間に合わんか焦ります。今日の公演行くけど、あ、そっか、今日公演や。皆さん楽しんでください。行ける方は、え、ちゃ次の夜の配信はあの田中みそらちゃんなので、皆さんお願いします。行ってください。今日みそら出んのかな、ならワンチャンゲリラとかかもしらんので、まあみそらのツイートを待ちましょう。てながツイートせなあかんけど、そうならば。そうやな、ちょっと学校向かいながらツイートしようかな。分からんけど、ちょっと用意終わってからやるわツイートは。そう、学校準備するよ、急ぎます。次はみそらなので皆さんよろしくです。次会えるのは握手会と締め会だけど、それまで仕事頑張るな。頑張ろう、それまで頑張ろう。そうそうそう、みそらです。学校ファイターありがとう。皆さん7時になったら教えてほしいです。JK ファイトありがとう、頑張るよ、残りの生活。学校特攻服着てれば多少の遅刻は許されそう。特攻服着ていくことによって、生徒指導部の方へ通されると思います。次は土曜日昼夜投げてるよ、ありがとう。またあれ登録聞かせてください。学校で歌たねしてる天が想像つく。頑張っておきます、マジで。行ってらっしゃい、ありがとう。みそらかきは出るんか、ならほんまにゲリラ説もあるわな。でも昼夜じゃないからワンちゃん大丈夫か。よかったです、忘れもしないよね。それな、58分、ありがとう。みんな、じゃあ今日の公演メンバーの応援をしましょう。電動もしとくわ。生活指導の先生と仲良くなれるアイテム、特攻服絶対なられへんねんけど、ほんまに叩きのめされるわ。
握手会入金したけど行けたら行くね。いや来て、その関西人の行けたら行くの、行かんやつみたいな。サクッと場を抜けしてきた。ありがとう、ありがとう。ってんのもしたいけど絶対やかん今は。こんな余裕ないです。バイクで向かえば間に合うよ。間に合うかな。バイクないよ、免許も。では楽しみにしとく。そういうな、楽しみにしとこう。ちょっとほんまに今からダッシュせなあかんのは。頑張ろう。睡眠早めバスク水、もう食べたらあかんで、ね、絶対マジで寝ちゃうからな。生誕のアーカイブ残ってるか、あいや早く一回は見るわね。ありがとう、見てください。頑張って、ありがとう。説教されたら病泣きするタイプ。わからん、最近はどうなんやろ。でも昔はそうやった。てか説教がまず嫌いすぎて、怒られんのがほんまに嫌、ストレスになる。だからあんまり怒られへんように生きてる。まあ怒られんねんけど普通に。ガンダでよい、頑張ってな、マジ頑張る。憂鬱だな、いや頑張ろう。憂鬱って思ったら憂鬱になるから頑張ろうぜ。ほなそろそろお時間やな。またね、またね、ありがとう。今から車で送ろうか。送ってくれんのや、やほ7時。ありがとう皆さん、じゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました。ちょっと遅刻してすいません。しかも寝起きですいません。あくびもいっぱいしてすいません。でも頑張ります。ではさようなら、皆さんありがとうございました。朝から、じゃあ次は美空なのでよろしくお願いします。では行ってきます、バイバイです。